皆さん、アンバサー、私です。今日はちょっとした知り合いたちと、河川敷のコースを走ってきたよ。暇ならゆっくりしていってね。今、寝坊してきた、腹でか大名人が来ました。エイスター、また会おう。ありがとう。めっちゃノリノリじゃないですか、この人。彼がノリノリで遅刻してきた理由はこれ。車を車中泊仕様に改造したので、自慢したくてあえて遅刻してきたんだよ。ムカつくけど、素直にこれすげー。棚から何から何まで、すべて自分で切り張りしたんだって、器用すぎて羨ましいんごねチャンプどうですかこれ。チャンプ、これちょっと。棚。かな棚ベッドもあるよ。ベッド？ダメだよ。だだだだ。すぐ真似するから。すぐ真似する。すぐ真似する。あれ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 。あれみたいな。どっち遅れるか分かんないからちょっと。久々に登場のゲイボーイ山田。今日は久々にバイクに乗れるとあってワクワクが止まらないらしい。これで済むだよね。ゲイボーイ山田ドローン坂本ちょっとインスタグラマーさん、そうっすよ、インスタやってるんで、あのトモキ JP っていうので何それ乗っけていいの。よかったらあの検索してみてくださいでよかったらフォローしてくださいお願いします今あの岩谷でお湯沸かしてる岩谷、今すぐ岩谷お湯沸く岩谷。ドローン坂本はね、すごい目立ちたがり屋なんだよね。ゲイボーイ山田がなかなかバイクに乗る機会が少なくなったので、ここでゲイボーイ山田を超えようとしているよ。とりあえずまずは体を温めるための周回。ちょっとキャメラの動きが激しいかも。気持ち悪くなったらすいません。ちょっと面白そうな場所を発見。ドローン坂本がトライ。ちょっとフロント浮いたね。さすがインスタグラマーさんや。今度は難易度の高いとこにトライするよ。うおお、フロント浮いたんごお。あっやべ、エンジンかからね。ちょっと待って、エンジンかかなくなっちゃったこの体勢で。リアタイヤ、斜面に落っこちたままなんだよね。なんとか脱出できたわ。おい坂本、行けよおい坂本、行けよ。やめろよお前ら、イチャつくのやめろ。ゲイに思われるぞ。でも俺さっきそこに登った時ジャンプしなかった一瞬レッドブルになったもん俺もう一回翼、もう一回、はい、翼見してここでボルボ先生がお手本を見せてくれるそうです。ちょっと待って、全然ダメじゃん。新車を購入した腹デカ大名人、余裕のクリアー。ゲイボーイ山田もトライ。久々でビビってるけど、果たしてどうかな。ビビってた割には余裕でクリアー。ここでボルボがドローン坂本のバイクでトライ。
ドローン坂本の KX100 は、モトクロッサー。こういうとこで使うのは、操作が難しくて登れないんごねー。もう、ヘトヘトじゃないですか。でも、そこで、ともきは行ったんですよ。ははははハラデカ大名人がトライしてもダメ。私も挑戦してみることに。ずり落ちるんごー。持ち主のドローン坂本もトライしようとするが、ビビって退散しました。場所を変更して、ちょっとしたヒルクライムへきました。意外に角度があるポイント、ビビらずガンガン行くよ。一番傾斜がきつそうなとこをトライするよ。あ、やべ。フロント滑っちゃったからやり直すんごねー。警報山田、別の斜面を捉え。腹でか大名人は、難しい角度を選択。私も、腹でか大名人と同じルートで行くよ。悔しいからもう一度トライするんを。うおおお、フロント浮いたんごー、怖いんご。お次は復活のゲイボーイ山田、いけるかな。おおお、ボルボが見せてくれました。腹でかもさすがや、これは私も一発見せないとだよ。いやー、今のは危なかったねー。空中でバイク降りちゃったからねー。まあ、着地成功したし、オッケーオッケー。今度はいい感じに、くるくる回れるところに来たよ。コーナー曲がる練習とかするのにいい感じ。そういえば、今日は普段使ってる、ソニーのアクションキャメラじゃなくて、GoPro Hero 8ターンを一日中使ってたんだけど、いい感じだね。レースでもチェストマウントで撮影してみたいけど、立ち乗りになると使えないからねー。ずっと座ってレースするわけにもいかないしなー。結構迫力のある映像が撮影できていい感じなんで、GoPro ターンを主力にしたいんだけど、どうですか？やっぱり酔っちゃうかな？もうちょい使い込んでからにしようかなー。ボルボが帰宅し、最後にちょっと、走って帰るよ。というか、バイクで走ってる時間よりも、くっちゃべってる時間の方が長くてですねー。気づいたら3時過ぎてました。最後に、細い道が続くとこ通って帰るんごねー。あれれー？坂本さんの様子がおかしいぞ。どうしたんだろ？
え、ガソリン切れもしかして。ワンチャンあるかも。俺見てねえわ。ワンチャンあるかもってなんやねん。あ、その可能性あるね。ガソリンすっからかん、あの人マジ。ドローン坂本、燃料を確認しておらず、ここでまさかのガス欠、しょうもねえ。ドローン坂本が燃料切れになったので、今日はこれでおしまいにしておくね。次回も暇ならまた見てね。それでは皆さん、アンバサー。